緑林軍と赤尾軍の移動経路と活動地域緑林軍は中国の新代に活動した民間武装勢力緑林兵ともいう後世では緑林は盗賊や山賊と同意のごとして用いられている緑林軍は新代に慶州を主要な活動地域とし王網が建てた新たに反抗した武装勢力である新の統治の末期に 慶州江夏軍新一県で顔役を務めていた王忠氏と王大鳥大は州に押されて数百人の民衆の統領となった。そこへバブ、王常、聖丹などの浪人たちも加わり立教州を攻撃した後緑林山に立てこもった。その軍勢は数ヶ月の間に7から8000人に膨らんだという。至高2年、慶州牧が2万の軍勢を率いて、 緑林軍を討伐しに来たが、王忠氏は雲森でこれを迎撃し、殲滅した。これをきっかけに、軍は5万人を超えたと称し、官軍も手を出せなくなった。しかし、地公3年に、薬病が発生して、緑林軍は半数を喪失する大打撃を受け、緑林を離れて分散することになった。王常、聖丹、蝶は、愛口厚む入って、下井軍と合し、王忠氏、王、大鳥、 バブ、シュマグロは、南洋軍に入って、新主軍と交した。同年7月、緑林軍とは別系統である、陣牧、両不可子率いる平林県の武装勢力、平林軍が、新主軍に交流した。さらに11月には、やはり緑林軍とは別系統で、南洋の乾燥室である竜、竜州兄弟が、薄月両県で組織した、武装勢力薄月両軍とも交流する。 大田たらの連合軍は、慶州の中心地であるあてを、目指して進軍したが、小長が厚武の戦いで、新の全体大武剣をか、俗忠だし久氏に敗北した。その後、下江軍が再合流したおかげで、連合軍は体制を立て直し、翌地公4年正月、水の戦いで剣をか、良久氏を打ち取った。緑林軍の再度の合流により、 さらに強大化した連合軍においては、竜と平林軍出身の竜玄とのいずれを天使として擁立するかが、諸将の間で議論となった。この際に、南洋の次第部と王常は竜を王田だしら旧力林軍と、平林軍の諸将は竜玄を推している。結局、竜は分裂を避けるために竜玄に定位を譲った。こうして講子一年二月、竜玄は、 こう指定として即位した。緑林軍の創始者で、紳士軍統領の大忠氏は、帝国上皇に、同じく緑林軍創始者の大鳥は、帝国上皇にそれぞれ封じられ、薄月両軍統領の龍は大首都に、紳士軍出身の島マグロは大柴に、平林軍統領の陳牧は大司空にそれぞれ認じられている。下屋軍統領の大常をはじめとする、その他の連合軍有力武将も、 政権養殖にそれぞれ配置されており、概ね四軍のバランスを考慮した人事と言えた。しかし、同年の今陽、宛ての戦いで、真の主力部隊を撃破した劉劉州兄弟が聖望を高めると、旧力林軍の諸将は、危機感を抱き、ついに赤マグロ、リーチ主導のもと、龍中殺という事態に至る。間もなく、劉州も下北遠征に向かったために、孔子政権は、 旧来の緑林軍職を強めることになった。もっとも、劉の公認の大使とに、薄月両軍出身の劉氏がついたことからも、明らかなように、四軍の近郊人事は依然として健在な面もあったと言える。孔子一年九月、孔子帝の軍は、長安を攻略して、大毛を切り、真を滅ぼした。翌孔子二年二月、孔子帝は、長安に遷都し 福神の利益や張萌えの進言に従い、創出や連合軍の有力武将たちをことごとく王に封じようとした。これには大島はシが反対したが、結局、皇子帝は創出や有力武将を王に封じてしまう。この結果、王に封じられることを辞退して祖先された島黒が皇子帝の命令に従わなくなり、さらに、李逸は関東で王ただし、 長は三タスクで自分勝手な行動を取るようになった。皇子帝も上昇の離末や右大芝の長萌えのような腹心、側近たちしか頼れなくなり、しかも軍水将軍離宿など還元する部下を弾圧した。これ以降、孔子政権は求心力を喪失して自戒していく。翌皇子三年になると、皇子帝配下の軍は、流殊配下、東欧の軍と赤備軍に大敗し、ついには、 防衛方針をめぐって、皇子帝と王忠氏、長羅有力武将たちとの間で内戦が勃発する。この内戦の中で、猿と剣、聖丹、沈巻といった有力武将は、皇子帝の詐欺を受けて中殺され、会合は、聖邦の自身の根拠地へ逃げ帰った。結局、内戦で劣勢に追い込まれた王忠氏、長羅が、赤尾軍に降伏し、これを長安に導き入れ、 同年9月に皇子帝を捕虜としてしまう。緑林軍の手で樹立された。皇子政権は、皮肉にも、緑林軍創始者の王ただし、有力武将の長が加担する形で滅亡した。緑林軍、平林軍出身の当領、武将たちの末路は様々である。長は、古官書、竜元殿によると、新一軍に、道大常殿によると、下井軍に合流したとされているが、 本記事では校舎を取る。ありがとうございます。